つベルトを造。宮沢賢治、第二日曜。オツベルト来たら大したもんだ。それにこの前稲こき小屋でうまく自分のものにした。象も実際大したもんだ。力も20馬力もある。第一見かけが真っ白で牙は全体きれいな象牙でできている。皮も全体立派で丈夫な象皮なのだ。そうして随分働くもんだ。けれどもそんなに稼ぐのもやっぱり主人が偉いのだ。おい、お前は時計はいらないか。丸太で建てたその象小屋の前に来て、オツベルは琥珀のパイプをくわえ顔をしかめてこう聞いた。僕は時計はいらないよ。象が笑って返事した。まあ持ってみろ、いいもんだ。こう言いながらオツベルはブリキでこさえた大きな時計を象の首からぶら下げた。なかなかいいね、そう思う。言う鎖もなくちゃダメだろ。オツベルト来たら100キロもある鎖をさ、その前足にくっつけた。うん、なかなか鎖はいいね。見足歩いてゾウが言う。靴を履いたらどうだろう。僕は靴など履かないよ。まあ履いてみろ、いいもんだ。オツベルは顔をしかめながら赤い張り子の大きな靴をゾウの後ろのかごとにはめた。なかなかいいね、ゾウも言う。靴に飾りをつけなくちゃ。オツベルはもう大急ぎで400キロあるふんどうを靴の上からはめ込んだ。うん、なかなかいいね。ゾウは一足歩いてみてさも嬉しそうにこう言った。次の日ブリキの大きな時計とヤクザな紙の靴とは破け、象は鎖と糞道だけで大喜びで歩いておった。すまないが税金も高いから今日は少し川から水を運んでくれ。オツベルは両手を後ろで組んで顔をしかめて象に言う。ああ、僕水を運んでこよう。もう何倍でも組んでやるよ。象は目を細くして喜んで、その昼過ぎに50だけ川から水を汲んできた。そうしてナッパの畑にかけた。夕方象は小屋にいてジッパの藁を食べながら西の三日の月を見て、ああ稼ぐのは愉快だね、さっぱりするねと言っていた。すまないが税金がまた上がる。今日は少し森から焚き木を運んでくれ。オツベルは房のついた赤い帽子をかぶり両手を隠しに突っ込んで次の日象にそう言った。ああ僕焚き木を持ってこよう。いい天気だね。僕は全体森へ行くのは大好きなんだ。象は笑ってこう言った。
オーツベルは少しぎょっとしてパイプを手から危なく落としそうにしたが、もうあの時は象がいかにも愉快な風でゆっくり歩き出したので、また安心してパイプをくわえ小さな席を一つして百姓どもの仕事の方を見に行った。その昼過ぎの半日に象は900羽焚き木を運び、目を細くして喜んだ。晩型象は小屋にいて、葉っぱの藁を食べながら、西の4日の月を見て、ああ、せいせいした、サンタマリア、とこう独り言をしたそうだ。その次の日だ。すまないが税金が5倍になった。今日は少し火事場へ行って炭火を吹いてくれないか。ああ吹いてやろう。本気でやったら僕もう息で石も投げ飛ばせるよ。オツベルはまたドキッとしたが、気を落ち着けて笑っていた。ゾウはのそのそ火事場へ行って、ペタンと足を折って座り、ふいごの代わりに半日炭を拭いたのだ。その晩象は象小屋で7羽の藁を食べながら、空の5日の月を見て、ああ疲れたな、嬉しいな、サンタマリア、とこう言った。どうだ、そうして次の日から象は朝から稼ぐのだ。藁も昨日はただ5羽だ。6羽、5羽の藁などであんな力が出るもんだ。実際象は経済だよ。それというのもオツベルが頭が良くてえらいダメだ。オツベルと来たら大したもんさ。